皆さんこんにちは。出会いのタイプと追いかけのタイプの旅人さん、計算は慣れたでしょうか。速さの和にするのか、速さの差にするのかが一つのポイントです。今回は、なんとなくで挑むと失敗する旅人さんを扱っていきます。では行ってみましょう。まずは、問題に取り掛かる前に、状況図から書いていきましょう。太郎と次郎は同じ地点から出発します。次が注意。はじめに出発するのは次郎。9分経ってからやっと太郎が出発します。太郎に白丸をつけて出発させます。この後はどうなるのでしょうか。確認しましょう。太郎は B に到着して折り返してきます。次郎も進んでいるので途中で出会うことになります。ここで注意するポイントがあります。太郎が後から出発しているので。太郎が追い越しているところがあるはずです。これで状況図は完成です。さあ、カッコ1を解いていきましょう。太郎が追い越すまでに進んだ距離です。これは追い越しの問題ですね。太郎くんが出発してから追いつくまでにかかる時間は、27分です。ということで、青四角は、2160メートルです。では、続いてカッコ2に行きましょう。この、出会いを使うだろうと予想できますね。黒四角を出発点にして、出会うまでの時間は、これで良いでしょうか？ダメなんです。ちゃんと理由があります。二人の距離の和を使うときが出会いの旅人さんです。800メートルは二人の移動した距離の和にはなっていませんね。なので、この問題は出会いにはなってないのです。ちょっと工夫します。太郎くんをまっすぐにします。二人の距離の差が読み取れます。ほらね。距離の差、なので追い越しの旅人さんです。従って、黒四角から出発して80分後に出会っていることがわかりました。では、水色の距離は、6400メートルです。従って、A から B までの距離は7760メートルと分かりました。この問題、回答の鍵は出会いのように見えて追いかけの旅人さんだったことでした。出会い、追い越しの判断材料は距離の和、距離の差を見ることでした。問題文の見た目で旅人さんを判断しないように心がけましょう。